クリスタルが発掘行動の死骸を倒したんだそうですね。これで安心できます。錠剤は一時的につけたのか。どうする。終わったね、みんな。薬が紛失した原因もパラドクス。起動成功。あ、クボ？セラ、まさか何か見えたのか？うん、ちょっとぼーっとしてた。そうか、じゃあ行くぞ。うん。変わっても自然は変わらない。都市の多くが荒廃したコクーンだが、緑は失われていなかった。サンレス水郷、かつての環境保全エリア。ファルシという管理者を失ったこの地には、今や混沌たる生態系が築かれていた。しかしこの芳醇の地で今、破滅の種が静かに芽吹きつつあった。再会は残酷だ。巡り会えた喜びの陰で不安が芽生える。また再び別れることにならないかと恐れるようになる。それでも再会を望まずにはいられないのは、見えない未来よりも幸せな過去を望む人の弱さだろうか。この世の終わりってこんな感じかな。あれが世界を滅ぼすの？不明。ただここで世界が終わってたら、俺は未来に生まれてない。必ず解決する方法があるはずだ。どうした？壊れた眉の娘らは時に浮かんだ魔物の池に見えない。柱はやがて死の砂となり、眉は大地に落ちる。
おい、セラ、セラ。いや、ここ。待てよ、どうした、セラ。見えたのか、時読み。セラにもあいつと同じ力が。なんだ、なんで胸が騒ぐ。大物、いや化け物だな。しやがって畳みかける、来い。了解、いけ。しっかり味わえよ。太い野郎だ。今のうち。ああ、この隙に突っ込め。絶対勝てる相手じゃない。あっちだ、走れ。ほら、スノー、逃げるよ。おい、スノー。忠告、引くことを知らない奴は長生きできないぞ。引くに引けない大事な時ってのもあるだろう。へりくつ言うな。人はそんなに丈夫じゃない、簡単に死ぬんだ。たまたま人より頑丈なんでな。ともかく助けてくれてありがとうな。名前は？ここノエルだよ。で、彼がスノー、婚約してるんだ。
保留中だけどな。意外、ここまで無茶なやつとは思わなかった。しかも未来に来てるなんてな。そりゃこっちのセリフだ。どうしてセラがここにいる？それは…お姉ちゃん、スノーにまた会えたの。相変わらず無茶ばっかりで、人の気も知らないで。会えない間、心配していた私がなんだかバカみたい。で、今ここにいるの。今度はそっちの番。セラを置いて出てって、未来にいてあんなのと戦ってた理由は？なるほどな。聞いてる？俺も夢の中でライトニングに頼まれたんだよ。お姉ちゃんに？コクーンを守れってな。そんで時間を超えていろいろ調べて、あのデカブツがコクーンを落とすって分かった。さっきのプリンが？ああ。俺の時代の言い伝えだと、コクーンが落ちたのは戦争のせいって話だけど。原因は一つじゃない。気づいてたか？あのプリン、クリスタルの柱をちょっとずつ溶かしてるんだ。それじゃあ中にいるバニラたちも？ああ、それでコクーンがぐらついて人間同士でゴタゴタが起きて、あっという間に戦争になる。辻褄は合ってるか。スノーの夢にもお姉ちゃんが出てきた。コクーンの柱をバニラとファングを守れってこと？引くに引けない大事な時ってのはそういうこと。あのデカブツをぶっ倒すしかねえんだ。スノーと一緒にいたら何でもできる気がしてきたよ。あのプリンにだってきっと勝てるよ。お、セラもやる気になったな。よし、善は急げだ。今すぐ引っ返してあのデカブツをぶっ倒すぞ。うん。反対、歯が立たなくて逃げてきたのを忘れたのか。にしても変だ。ありえないほど大量のプリンが現れて、ありえないほど巨大化してる。あ、パラドクス？クポ？だとすれば答えは時間の向こうにある。オーパーツがどこかにあるってか？お姉ちゃん、スノーと夢で会ったの？夢でしか会えないのはきっと理由があるんだよね。スノーは何も変わってなかったよ。ずっと離れ離れでやっと会えたのに。いつもの調子だったからちょっと不満もあったけど、分かったんだ。小さな不満が気になったのは心に余裕ができたからだね。遠い未来に来てる不安を変わらないスノーが忘れさせてくれたんだ。この辺りの地図だ。持っとけ。小さいプリンがいっぱい。どこに向かってるんだろう。ついていったらオーパーツ発見なんてね。ありえるな。時の歪みに引き寄せられてるのかも。
追ってみよう。随分強くなったよな。スノーとお姉ちゃんに会うために頑張ったの。心配させてごめんな。終わったら姉さんを探しに行こう。ダメだ、ここは危ない。撤収。俺たちの叶う相手じゃない。おーい、デカブツ。刺激するな。この先に行きたいんだ。悪いけど乗せてくれねえか。反応ないね。オーケーなんだろ。嫌なら嫌って言うさ。食われるぞ。俺は拾ってくれ。そう。怒ってる。全然。どうやら気持ちがいいらしい。こいつ背中が痒かったのかもな。お前らも乗れよ。あっち調べられるか。遠すぎるクポ。じゃぶん投げてやるよ。クポクポ。明暗、探索範囲が広がりそう。セラ助けてクポ。よろしくね。
みたいだね。餌が増えたって思ってるのかも。襲ってきたらその時はその時さ。ほんと後先考えてないな。よしよし。プリンは生理的にダメ。ヌメッとテカってベトッと粘ってありえない感じ。お客さん、ちょこっと買い物してって。で、あのプリンどうにかして。ありがとう。何度も言うようだけど、プリン退治任せたからね。こいつらお行儀よく並ぶよな。
まってるみたいだね。大行進のゴールが見えたぜ。追い払って大パーツを探そう。しかし変な生き物だよな。ローチラスの遊園地にいそうだ。私もそう思ってた。ぬいぐるみかマスコットって。遊園地って？あ、そっか、知らないんだ。たくさん遊ぶものがあるところだよ。みんなが平和に暮らしていた時代のものだから、ノエルは知らないかもね。どんな世界から来たんだよ。少なくとも機械や文明に縁はなかったな。バニラやファングみたいなもんか。道理で、あいつらということが同じだよ。同じって？グランパルスの生まれでね、
初めて来た国運が珍しかったんだって。気が合いそうだよ。いつか会わせてやるよ、必ずな。頑張らないとね。あのプリンを倒すヒント必ず見つけないと。気楽に行けよ。真面目なのはいいけど、思い詰めてるとつまんないことでこけるぞ。そうだね。ここそれじゃ行くか。試すのは止めないけど。何か問題？それぞれの道にそれぞれの扉がある。他人のゲートを通ろうとすると、ほら、ここスノーは一緒に行けないってこと？うん、留守番ついてねえな。俺たちがいないからって無茶するなよ。一人で戦おうなんて考えたら怒るからね。おとなしくしてるって約束。分かってるよ。ああいうしかない。その兆しってのが邪魔なんだろう。俺たちに渡してくれたらさっさと出ていく。それでどうだ。
せよ。審判の日はまだ訪れておらぬ。クリスタルか。スノーが待ってるね。やられてなきゃいいけど、おとなしく待ってはいないだろ。正解。お姉ちゃんと一緒で真っ先に突撃しちゃう人だから。真っ先に死んでくタイプだ。年上だからって張り切ってさ、後先考えないで危険に飛び込む、そういうやつが何人もいた。現実見ないで自分を捨てて人をかばって、みんないなくなった。ノエルはいなくならないでね。ノエルだって自分の身を顧みないで何度も助けてくれたよ。俺はちゃんと現実を見てる。スノーと一緒にするな。してないよ。あいつはセラを残して出て行ったんだぞ。勝手にいなくなって取り残される方の気持ちなんて考えてないんだ。どうしてノエルが苛立つのか分かったんだ。かつてノエルのそばから去っていった人がいた。その人に取り残されたノエルはとても辛い思いをした。何も聞けなかったけれど、ノエルの痛みが伝わってきたんだ。さっきはヒヤヒヤしたよ。話のわかるやつでよかったな。きっと女神様の贈り物クポ。サンレス水郷に行ってスノーを助けるクポ。クポ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 。飛んで。の記憶。ゲートから出るとセラたちは広大な建造物の内部にいた。続いて中空より人ならざる者が現れ、立ち去れと威嚇する。だがノエルは巧みに交渉を持ちかけ、求めるフラグメントを手に入れた。ここは闘争の地だという言葉を残し、相手は消える。ゲートに戻るときノエルは血の匂いを嗅いだように思った。社会全体、
プリンの野郎、動きが鈍くなってる。でもどんどんでかくなる。どこかから来てる小さいプリンを何とかしよう。もう一つパラドクスがあるかな。可能性あり。ダブルパラドクス。まずは調べてみよう。お、この場所って前に通ったよな。ご苦労さん。間違えたんじゃねえか。プリンはもっと奥の方に向かってるぞ。でも進めそうな道がないよ。迷ったらツタを探せだ。なあノエル、お前はなんで時を超えたんだ。滅ぶのを止められると思った。滅ぶ？人間がいなくなるのか。そう、世界の終わりだから変えるんだ。俺にしかできない。心配するなって言って、勝手に先輩ずらするやつ。マグリ、よーし、いい子だ。モグ、これからもよろしく頼むぞ。見て、プリンはここを目指してたんだよ。オーパーツ発見だな。